はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。武藤涼ですえ。今回ですね、司法試験を諦めたけど、諦めきれない人へというタイトルでお送りしていきたいと思います。えまあ僕ね、最近ちょっといろんな人と話すんですけれども、まあ、法試験ともかくとしてね、予備試験とかって結構知らない人多いんじゃないかなって僕は勝手に思ってたんですよね。でも、実は全然そんなことなくて、結構いろんな人と話すとね、予備試験、司法試験合格したんですみたいなこと言うと、え、予備試験合合格したんですか司法試験合格したんですかすごいですね。 ってやりますし、あとはまあそれ以上に多かったのがね。やっぱりその自分も目指してたんです。とか、自分も受けたいと思ってるんです。っていう人がすごい多いなっていうのを感じるんですよね。やっぱりその過去にま司、あ、法試験にちょっと勉強してみようかな。やってみようかなって思ったんですけれども、もまあ、うまくいかなくて辞めちゃったんですよね。とか、今はちょっと自分もね。 ちょっと、現状が、ちょっと、満足いかないっていうか、まあ、いろいろ思うところがあって、予備試験受けたいなと思って、ちょこちょこやってるんですよ。でも、なかなか結果が出なくて、ちょっと、あんまりこのまま続けてもいいか迷ってるんです、みたいな。そういう人たちってすごい多いなって思って、でも、やっぱりそういう人たちが、やっぱ、なんていうんですかね、やりたいんだけれども、どうしようかな、どう,うん、やろうかな、でもできないかな、自分じゃ無理かなって思ってね。 いる人たちがすごい多いなって思って、やっぱその過去に司法試,試験いいな、予備試験いいなって思って、まあはい、思ってたんだけど、今ちょっと諦めてしまったみたいな人たちが多いんで、でもそういう方たちにね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、全然今からでも遅くない、むしろやれるよっていうことをね、まあ、伝,えない伝えたいなと思って今回動画を撮っているわけなんですね。で、今からでも挑戦できますって書いてるんですけれども、予備試験って まあ予備試験のことなんですけど、年齢制限ないんですよね。誰でも受けることができます。で、いろん、もういろんな人は合格してます。過去だった、昔だったらね、まあ司法試験っていうのは本当に合格者少ない試験で、まあ、俺大学、まあ、例えば、東大とかね、京大とか、早稲田慶応とか、そういうね、一流大学の人しか,か、ね、受かれないような試験だったかもしれないんですけど、もう今は全然そんなことないよっていうことで、予備試験ね。例えば、その中、 まあ中卒だったり高卒の方っていう方も、努力して合格されてる方っていうのもたくさんいらっしゃいますし、あとはね、すごい人だったら高校生でももう合格するような試験になってますよと。で、もちろん社会人もたくさん合格してますよと。やっぱりその会社勤めでもその、ね、空いた時間を使いながら、空いた時間を使いながら勉強して合格しましたっていう人もいますし、やっぱりそういう方たちに特徴してるのは、やっぱ諦めないことっていうのが特徴、共通してますよね、やっぱり。 最初はうまくいかなかったかもしれないけれども、諦め,諦めずにね、何度も何度も努力して、挑戦し続けて合格を勝ち取ったっていう方々がすごい多いんで、やっぱりそういうね、いろんな方が合格して、でその人たちに本当に共通してのは諦めない、そういう姿勢だったっていうことがね、すごい僕は印象に残ってるんですよね。で、やっぱりその夢を諦めたっていう人、まあ、司法試験合合格っていうのはね、やっぱり多くの方にとって目標であり、夢であったっていう方が多いと思うんですよね。で、そういう方、 が夢を諦めた。まあ、その家庭の事情でね、諦めざるを得なかった。やっぱお金の問題とかがあって、まあ、ちょっと働かなきゃいけなかったということで諦めたりとかね。あとは、できることなら合格したいと思ってたけど、でも自分は無理だと思って辞めてしまった。あの時は辞めてしまったんだよね。とか。あとは、実際にやってみたんだと。でも無理だったよと。頑張ったけど、自分には届かなかったって言って、まあ、そういうようなね、いろいろな理由でね、諦めてしまったっていう人が多いと思うんですよね。 でも、それ以上にね、諦め,てん諦めたんだけど、やっぱ今、まだ諦めきれてない。できることならもう一回頑張りたいっていう人がね、結構いると思うんですよね。で、これなんですけど、夢に向かって努力するのはいいよっていうことでね、それをもう一回考えてほしいなと思って、やっぱりそのね、努力するっていうのはね、楽しいことじゃなかったですかっていうことをね、もう一回思い出してほしいんですよね。やっぱりいろんな理由で、まあね、頑張ったけど諦めたっていうね、ダメだったっていうね、 そういう経験をしたことがあるか、いるある方もいるかもしれないんですけど、でもそれをね今振り返ってみると、やっぱりその勉強をしたときってすごく楽しかったと思うんですよね。まその振り返ってその合格できなかったとかね諦めてしまったとっいうことを後悔する人はいるかもしれないんですけども、じゃあそのね司法試験に受かりたいと思って頑張った勉強を始めたその時の自分っていうものを後悔している人っているかっていうといないんですよね。 やっぱり諦めたことを後悔する。なんであの時辞めちゃったんだろう。なんであの時頑張れなかったんだろう。っていうことを後悔する人はいるけど、ね、なんで勉強始めちゃったんだろう。なんで司法試験なんか目指しちゃったんだろうっていう人はいないんですよね。やっぱりそこに向かって頑張った自分っていうのは、すごい自分にとっていい思い出いいい思い出っていうか、あの時頑張ったなって、いうね、自分をね、褒めれるところもあるだろうし、やっぱりそのね、と楽しかった、そのね、夢に向かって頑張ったっていうのは、すごい楽しかったと思うんですよね。 で勉強すすすることっってやっぱりごいい楽しいんですよね僕も、まあ、そうなんですけどやっぱ一番伝えたいことって何かっていうとやっぱその勉強って楽しいよねっていう話なんですよね。夢に向かって努力する。で結果が出るって楽しいよねっていう話なんですよね。予備試験、まあ僕も予備試験受けたんですけどもね、まあ、当然いろんな失敗とかもしてきたんですけどやっぱりでもその今振り返ってみてそういうのがね、まあ、もっとうまくできたなっていうのはそれはもちろんあるんですけどもでもそれ以上にやっぱやってよかったな楽しかったなっていうのが一番あってね、まあ、当然もちろん僕も辛い思いしてました。 しししたりしましたりまやっぱり予備試験1回目受けたときは本当にまあ論文ダメで論文でねその順位投案のね成績っていうのがい、e、いとか F っていうねもう本当最低ランクのような答案ばっかりねもう本当どうしようかなって思ったんですけどでも本当にあの時諦めきれないで諦めないで頑張ってよかったなって思うしやっぱりそれでもやっぱりその勉強するっていうことは楽しかった夢に向かって努力してるっていうことが楽しかったし充実してたんですよね でそういう思いっていうのをやっぱり皆さんもね当然持ってたと思うんですよねだからそれをやっぱり忘れないでほしいっていうかまた思い出してほしいもう一回頑張れないかなっていうふうに考えてほしいなっていうふうに思うんですよで、まあ、特にこのね社会人でねその、まあ、その無理だと思って諦めた、まあ、何,らか何らかの理由で諦めてしまったで、まあ、働き始めたっていう方は社会人の方にはいるかと思うんですけれども社会人っていうのは実は結構有利だったりするんですよね まあなんでかっていうとですね、やっぱその社会,社会に出ると、結論から考えるっていうことをすごい、まあ、徹底されるっていうことなんで、まあ、例えばその社会人で、その学生時代は国語とか苦手だったけど、社会人になってから国語できるようになったっていう人結構多いんですよね。で、それはなんでかっていうと結論から考えるようになったからっていうことなんですね。まず結論を考えるとそれから理由っていうことで、その結論から考える癖がつくと結構いろんな問題できるようになるんですよね。だから社会人の方っていうのは予備試験とかでも一般教養ね。 ででも出たりすするんですけど結構そこで高成績取ったりするっていう方が多いんで,でも結論から考えるっていうねその思考ができてる社会人っていうのは強いんですよねあとはやっぱ8時間労働っていうんですけどやっぱ社会人になるとまあその1日まあ基本的には1日8時間労働っていうことですよねでそれをやっぱり毎日続けてるってこれめちゃくちゃすごいことだと思うんですよね だってその学校学生時代とかね、本当授業とかね、サボってたりした人が社会に出れて、社会人になると、1日8時間労働でも毎日ね、無遅刻無欠勤だとか言って、それ本当すげえなみたいな感じになると思うんですよね、やっぱり。やっぱりそれどうやってもその学生のか学ときやっとどうしてもサボりがちなんですけど、本当社会人になるとね、そうやって努力できるわけですよね。まあそれはね、当然生活費がかかってるとか、いろろな理由はありますけれども、でもやっぱりそれってすごくないですか ?8 時間、ずっと1時間、8日って。 1>, 1日8時間働いて、まあ、で電車に乗って、会社行って、夜遅くまで帰ってきて、でまた朝行ってっていう。でそれを毎日無四国無経験に続けるって本当すごいことじゃないですか。それに比べたら、勉強をね、勉強って楽じゃないですかって思うんですよね。まあ、とねそれ、司法試験とか予備試験の勉強が辛いっていうなら、僕はそういう方にそういうことは言わないですけれども、でも僕が今話してるのは、そう,いう夢を諦めた方。やっぱり勉強するの楽しかった。試,行試験に向かっ でも諦めてしまったっていう人たちも結構話してるんでそういう人たちはそのねそのね1日8時間労働で無資格無欠勤で働くっていうことと、ね、夢に向かって司法試験予備試験の勉強をするっていうどっちが楽しいかっていう話なんですよねでそういうね仕事とかでそういうね頑張ってきてる人にはやっぱりね今やれようと思えばできるんじゃないかっていうことを言いたいわけなんですよね で、やっぱ夢見てる方っていうのは多いんですけど、やっぱ夢見てるだけでは変わらないっていうことは、やっぱりね、こう言わ,、まあ、言わなければいけないかなというところで、やっぱりね、行動しないと変わらないよっていうところなんですよね。で、なんで変われないのか、行動できないのかっていうのは、やっぱり知識がないからっていうところで、まあ、どうすればいいか分からないっていうところがあるんですよね。でも、今の時代ね、そうやってね、調べれば、いろんなことが出てくるし、ね、いろんなことを教えてくれる人がいるわけですよ。で、僕もやっぱりそのね、無等流っていうことで、最短最速で目標を達成するための技術っていうことで、 そうやって夢に向かって努力する人を応援してるわけですよ。あとは、ここですね、勉強することの楽しさを思い出そうということで、まあ、無刀流っていうのは何と戦ってるのか、無刀流は何と戦ってるのかっていうと、絶望や退屈なんですよね。まあ、その人生の自分の将来に絶望したりとか、今この生活、今自分の生活ってい退屈でやることがない、そういうね、退屈とか絶望に苦しんでる、そういう苦しんでたり、あとは、 これなん,となんか違うんだよなと思っても、その退屈とか絶望をね、受け入れてしまってる、余ってしまっている人たちっていう人たちに対して、なんとかね、自分たち、自分たちの力でその現状を打破して、自分の力で主体的に未来を切り開い,り開いていけるような人間になろうということで、まあ、そういうふうにね、無刀流はね、退屈や絶望と戦ってる、絶望や退屈からを抜け出して未来を切り開いていきたいっていう人を応援してるわけなんですよね。で まあこれもぶっちゃけた話なんですけど、まあ、なんでこの動画見てるかっていうと、やっぱりこの司法試験を諦めたけど諦めて、諦めきれない人っていうね、このタイトルに反応してしまったわけですよね。諦められないから、ね、今この動画を見てると。今ここまでこの動画を聞いてきたってわけですよね。で、さっぱその勉強した時の楽しさ。 楽しさだったり夢、夢に向かって努力している時のその充実感っていうものが忘れられないから、この動画を見てるってことなんですよね。だったら僕としてはもう答えは決まってるんじゃないですかって思うんですよね。今ここでやらなかったらいつやるのっていう話なんですよね。別に僕としてはねそ皆さんをけしかけたいとかそういう話ではなくて、やっぱりねそこで皆さんがその、ね、今この動画を見てるってことはもう諦めきれない夢を,っていうのを心の中に抱えてるわけですから、それを、ね、抱えたまま、 その、ね、夢を実現しないままこの人生を終えてしまっているかということを、ね、問いかけたいわけなんですよね。で、司法試験というのはね、その自分を変える旅なんですよ。自分を変える旅。体育祭、絶望っていうものに甘んじていたり、そのね、諦めきれなかった夢っていうものを押し殺して生きている。そんな自分でいいのかと。そういう自分を変えなきゃいけないんじゃないですかと。で、その自分を変えられる、その体験っていうものが司法試験、予備試験の勉強を通して得られるものだというふうに思ってるんですよね。 僕はね、無等流っていうことで、予備試験とか司法試験とかね受験指導とかしてるわけですけど、じゃあね、それで司法試験に向かって弁護士とかになってほしいかっていうと、まあ、それはもちろんあるんですけど、そこを目標にしてるわけじゃないわけですよね。さっきも言った通おり、まあ、退屈や絶望ね。まあ、これについてはまた別のね、退屈絶望っていう動画で話してるんで、そこにすいて見てほしいんですけれども、退屈や絶望からそういうものに甘んじないでね、 そういうものに負けないで、自分の力で未来を切り開ける人になってほしいということでね、その弁護士っていうのは結果ですからね、司法試験に受かって弁護士になったっていうのは結局結果に過ぎないんであって、そこを通してね、その合格する、勉強して合格するっていうその過程を通して、やっぱりね、自分の力で未来を切り開ける人になってほしいなっていうふうに思うんですよね。で、司法試験に受かって得られる最大のメリットというのは自分に自信がつくということですね。目標に向かって努力をして、そしてその結果、その目標を実,践実現する、達成する。 そこに対して自分、そこをね、成し遂げた自分に対して圧倒的な自信がで、ね、つくよっていうことでね、その自信をね、ぜひ皆さんに得てほしいなというふうに思うんですよね。で、まあね、今この動画を見てくださってる方は、そのね、夢をね、諦めたけれども、諦めきれない。もうその心がね、あることはもう隠しようがないわけですよね。だから、それをね、夢を夢のままで終わらせないでほしいと。もう本当に後悔しない人生を送ってほしいということですね。やっぱりね、本当に、 まああの時は良かったなとか、まああの時は頑張ったなとか、もっと頑張れば良かったなっていう人たくさん本当に見てきたわけですよね。でもそれをね、本当にその口だけで終わらせたくない、終わらせてほしくないなと思って、今これだけね、本当にまあ僕とかもね、そういうね、教える方法とかをね、無投竜としていろいろな講座をと提供したり、ね、そういう時間がない人でも合格できますよとかね、最短最速で目標達成できますよっていうことをいろいろ言っててね、そういう方法ってね、いくらでもあるのに、やっぱりそれでね、でもそれがあるのを知りながら、 目を背けてしまうと本当にもったいないなと思って、それで人生終わってしまっていいのと、それでこのままね進めてしまって、このまま人生、歩みを進めてしまっていいのかっていうことはね、本当に思うんで、やっぱりね、皆さんに後悔しない人生を送ってほしい、後悔しない人生をぜひ送ってほしいなと思うんで、やっぱりね、司法試験、諦めたけど諦めきれないっていう人は、もう本当にその気持ちにね正直にならなければいけないと思うんです、僕は。だから、本当に。 そのね、今自分の中にくすぶってる気持ちっていうのを本当にね、もう一度見つめ直して、本当に自分はこのままでいいのかっていうことをもう一度問い直してほしいなと思うんですよね。で、まあ答えは決まってると思うんですけれども、やんなきゃいけない。もう一度やりたい。もう一度あの楽しさを思い出したい。もう一度人生を輝かせたいって思う人は、ぜひね、行動してほしいなというふうに思います。で、そういう方に対しては、ね、僕もね、やっぱりその体育祭絶望から抜け出して、自分の力で未来を切り開いていこう。 自分の力で主体的に行動できるような人になろうっていう方は僕も全力で応援するんでねやっぱそういう人の力になれるように僕もね今後頑張っていきたいと思うしそういう人たちとね出会って僕の人生っていうものもそれ皆さんの人生っていうものをお互いに、ね、豊かにしていければいいなというふうに思っていますぜひね本当にその自分の中に抱えさも思いっていうものをねもう惜しくもうね押し殺そうとはせずにねそれを本当に解放してねもう一回頑張るぞって思って努力できる 実行できる、行動できる方がね、少しでも増えていただければよかったなというふうに思います。はい。えー、では今回はですね、手法時間を諦めたけど、諦めきれない人へというタイトルでと動画を撮ってきました。そうしたらね、この動画がね、皆さんの後押し、行動の後押しになれるようになったら、動画であったら嬉しいなというふうに思います。はい。えー、ではですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後まで聴いていただいてどうもありがとうございました。これで終わりたいと思います。